皆様ご準備よろしいでしょうか。はい、ではちょっと待ってください。ちょっと待って、増えてね、増えとる。皆さんこんにちは、ナビゲーター中川です。撮影日は2024年6月29日、ここは大阪梅田駅のグランフロント大阪という施設。本日こちらで行われた旅泊 2024in 梅田の様子をお届けします。よろしくお願いいたします。お、すげえ並んでる。いやもう無理でしょ。これが必要らしいです。でコードがね、あそこなんで、ちょっとそろそろ始まります。ここはあの当日受付の人がいます。ちょっと混んでます。これで、なんだ、予約が完了しました。大体入るの20分ぐらいかかりましたね。で、アタイガーエアだ。どう回るのが正解なのか。向こうな人多い。なんか俺別になんか欲しいもんないんすよね。あ、そうなんや。なんかとりあえず行く。なんか、なんか景品がもらえるもらえないに関係なく、なんか参加しますか。結構広い感じですね。どれぐらいの大きさだろう。アモイ航空さんです。これ撮影しても大丈夫ですか。あ、すみません、ありがとうございます。アマイコックさんです。インスタグラム、インスタグラム友達追加、これはしないといけないですね。あ、入ってる入ってる入ってる。 ANA に行くワクワク抽選会があります。 ANA アプリマイレージファイナルでわざこまま行きます。ぜひどうぞ。よいしょ、こちらでお願いします。あ、めっちゃ熱い。お好きなご、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。何もらったんですか。めっちゃいいじゃん。当たりじゃない。当たりですよ。じゃあアメちゃんでしょ。かわいい。毎月29日、あ、今日か、今日29日か、ほんまや。 ANA に興味あります。多分今日タイムセールやってんじゃないかな。だけど、まあ、もらいました。あざす。おらんから勝手に紹介した子、タヒチの観光客の方です。誰かおれよ。どんな感じですか、バック。いい感じ。あのプールに行けそうな感じ。ああいい感じ。プールに最適。くそ、欲しかった。くそ。出てきました。今からルーム7に行かなきゃいけないので、ちょっと場所を確認したいんですが、ちょっとね、めちゃめちゃ並んでるんですよ。どうしようかな。はい、ルーム7です。で、あの抽選会があるらしくて50分だそうです。セミナーは各45分と決まりがあったのですが、カタール航空の方ではカタール航空の紹介と、あとはハブであるあのドーハについて、カタールですね、カタールドーハについての紹介が詳しくされていました。乗る日が楽しみです。LINE とツイッカーでなんか機内で買えるドリンクと、よくわからないステッカーもらいました。本当エクスプレス航空ですね。あんまり乗ったこともあるんですけど、結構快適です。成田から香港まで大体4時間のフライトで、なんか全然なんか空ではなかったので、皆さんもぜひ乗っていただきたいなと思います。
ブース会場ではもちろん、あの他の航空会社だったり旅行会社がいろいろとキャンペーンで配っている中で、まあ、こういったね写真展みたいなのも同時に行われていました。こちらはまあチェンマイのやつとか、あとはちょっと横に見えているのは鉄道ですね、オーロラとか、あとは横トルコのカッパドキアの気球ですね。美しいです。物を配ることでお客さんに興味を持ってもらうっていうのも、まあこれはこれで正しいとは思うんですけども、こういう写真展とかをすることによって、あ、旅したいなっていう欲をさらに刺激するっていうのは、またこれはこれでいいと思います。何よりも人が多い。スカイマーク出ちゃうと、もうないんで、サービス戻れないんで、こんな感じで進みそうです。これ行きたいね、これとこれとこれ、エアライントークバトルって感じ、呼ばれてないぞ。ありがとうございます。実はこの選手の、はい、ロンドンで、最初の仮装なんです。あ、スカイトラックスの。そうですね、スカイトラックス。ベストのやつです。そうですね。すごいですね。おめでとうございます。これもらっても大丈夫。日本ってどこから飛んでるんですか？何ですか？そうですね、今これ海南、同じグループの海南と東京、一つ成田からの北京まで、うちでは今大阪と名古屋と羽田から天津までの飛んでるんです。ありがとうございます。エレタービッグ、香港の最近見たエレタービッグです。まだ動画では紹介してないですが、評判がいいらしいです。かっこいい。成田とかに日本に就航しています。これあれかな、機内食かな、売られてるやつかな。かっこいいのでしょうね。嬉しいね。レバー市場が人気なんですよ今回。こんな感じですね。フライング、あ、フライングハイか。こんなこと思った。次のやついきます。スクートですね、次は。並んでるね。日本人のスクートのクリアファイルと。意味ありげな自由帳がいいな。スクートのセミナーではスクートの機材や就航都市の紹介のほか、シンガポールについてのお話や司会の方による LCC で快適に過ごす方法を学ぶことができました。クイズ大会や抽選会もあって非常に盛り上がっていましたね。予約してたセミナーが2つとも終わったので、一旦ランチを済ませるために外に出ました。お弁当の販売とかがなかったですし、座る椅子とかもちょっとすぐね埋まっちゃうので、食べに行くしかなかったんですね。なので食べに行きました。お好み焼きでした。大変美味しかったです。もうスティックアウトお渡ししましたっけ？まだもらってないです。いただいてないです。なんかインスタとか、ツイッターされてたら、そこに、まあ、コラボしてるんですか？そうですね、今10月までコラボしてるので、ぜひ台湾にお越しください。はい、行きたいな。成田とか飛んでます？成田も毎日3便運行してます。日本だとどの空港を飛んでるんですか？日本からですと、すべて、台北桃園空港になるんですけれども、お住まいどちら？僕が東京の方に住んでます。あ、東京ですね。そしたら、東京に関しては今、成田からだけです。成田、台北。はい。関空からも飛んでます。関空からも飛んでます。どちらも350と330と運行してますので、お好きな方を選びいただければ。あ、はい。なんか X とかインスタグラムをお持ちですかね。いいもんもらって。ぜひフォローお願いします。ありがとうございます。はい、カメラ構えてください。こちらにポーズをお願いします。はい、ありがとうございます。エアライントークバトルの後に大抽選会というこのイベント最後の大目玉があるんですけども、それまでの時間を潰す方法がもうなかったので飽きて帰りました。出ます。出ます。
かざした。